わー、アユラの足音聞こえたよ。アユラの足音じゃないよ。ムーランドの足音だよ。6番道路に行かんといかんのよね。ここはせせらぎの丘。で、こっちかな。お びっくりした。ポケモンを育てるということは、まずは勝負が一番だな。まあ、そりゃ、野生のポケモンに比べたらトレーナーのポケモンの方が強いよね。まあ、野生のポケモンとも勝負か。ポケモンブリーダーのトールが勝負を仕掛けてきた。さあ、来い。てか、まず勝負せんかったらレベル上がらんくね。パラスやパラス。いっけや、シレーヌ。ほい、それじゃあ、どうしよう。ゼット技やったら一発でいけるんやない。はい、スーパーアクアトルネードで。さあ、いくよ。またこの間抜けな動きで。いけーい。アシュレーヌは Z パワーを体にまとった。さあ、全力の Z 技、スーパーアクアトルネード。いいね、いいね。いいね、いいね。パラス相手にも全力でいくよ。効果は今一つって言いながら絶対今一つじゃないやろ、これ。ポケモンブリーダーの、糸丸。糸丸か。どうしよっか。それじゃあ、月光がで。アシレーに戻って。月光が翼で撃つがあるけん、それで一発でいけるやろ。私、炎タイプのポケモン持ってないよね。欲しいね、炎タイプ。いや、ボックスの中にはおると思うけど。はい、じゃ、ツバメ返しで。翼で撃つじゃないわ、ツバメ返しや。全然違う。おー、素早さがグッと下がった。でも、おー、怠けたよ。関係あったかもしれない。さあ、結構が次こそ、ツバメ返し。あ、全然言うこと聞いてくれない。糸丸、怖い顔って言われても全然怖くないからな。可愛い顔してるからな。さあ行け、ツバメ返し。よし、オッケー、やっと。効果は抜群だ。イェーイ。糸丸はね、なんか、私の苦手な、お、チュリネがレベル27。やったね。ポケモンが負けても、トレーナーが育てばいいよな。トレーナーが育ってもポケモンが育たなきゃね、意味はないと思うけど。ポケモンを育てるということは、トレーナーも育つということな。まあね、お互いに育つんなら。アユナはクラボの実を手に入れた。取り尽くしていこうか。チーゴの実を手に入れた。またクラボの実。これで終わり？とりあえず3回取ったら終わりってことやね。ありがとう、自然の恵み。せせら、あ、こっちじゃないね。こっちは全然、試練やったわしやろ。あの、睡蓮のさ。それじゃあ、こっちの方下っていったら、なんか下の方ってやったよね。お花牧場。わー、アユラの足音聞こえたよ。アユラの足音じゃないよ。ムーランドの足音だよ。さっき魔王の試練を置いたところ、スペシャルメニュー美味しかったね。マジで？空間研究所だよね。このまままっすぐ進むんだって。あ、マジか。じゃあねー。あ、追い越して行きやがった。てか、今回は戦闘するんじゃないんや。じゃあそのまんまこれで。あ、6番道路ここやん。で、あ、来たことない場所か。あなたのポケモン、鍛えた方が良さそうね。え、余計なお世話ですけど。私の方が強いでしょ、きっと。大人のお姉さんのレイコが勝負を仕掛けてきた。ポケモンは何すか？あ、一匹やね。カラカラ、お、カラカラいいなぁ。いいな、この二頭身な感じがすごい可愛いよね。ほら。こっちのレベルより随分下じゃないの。アシレーヌ、歌方のアリア。この一発で多分やっつけるよ。ほら、お姉さんの方が鍛えた方がいいんじゃないの、ポケモン。大人のお姉さん、レイコとの勝負に勝った。なんて立派な。でしょう、ありがとう。
立派に育ってるでしょ、うちのポケモン。お姉さんが教えることなんてもうナッシング、先に言ってよ。死後じゃないっすか、ナッシングは。懐くと進化するポケモンもおるんやって。ゴンベからのカビゴンがそうやったよね。よし、この先に、どうだ？あ、不思議な飴を見つけた。こんだけ？あ、違う、こっちも行ける。待って、なんか今、あったけど。ん？あ、よかった、抜けれた。この人もトレーナーね。ちょ、踊ってないでこっちを向いてくれないかしら。アローラ、アローラ、トレーナーさんいらっしゃい。どうもどうも。あれは一体何の踊り？アローラの踊り。ダンサーのマイクが勝負を仕掛けてきた。セクシーだね。思ったよりも大人っぽい顔してたんだけど。お、踊りどり。え、なにこれ、かわいいんだけど。なんか私がゲットした踊りどりと違う。ねえ。私が持っとる方なんか、チアリーダーみたいな感じやったけど。え、こっちの方がかわいいんだけど。こっちは何？花の蜜が違うってこと？いいな、いいな。あの、なんか、薄桃の蜜やったっけ？あれかなんかを使ったやつってことかな。いけ、ピカチュウ、電気ショック。超かわいいんですけど、あの子欲しい。ねえ、欲しい。くれんかな。よし、来い。効果は抜群やのに、このレベルやったら一発じゃいけんのやね。え、でも10近くどころか10以上差あるんやけどな、レベル。ねえ。ふらふら。あ、なんかお姉さんのイヤリング、モンスターボールの形しとったね。めっちゃ可愛かったんやけど、いいな、あれ。なんとなくおしゃれな感じするよね。しかも似合っとったし。あ、カンターシティ、ここ？あれれ？お花タウンは4番道路から行くんでしたっけ？知らない。方向音痴の私に道を聞くのは間違ってる。アーカラ島には3人のキャプテンがいる。それぞれ水、炎、草タイプのポケモンを使えてですよ。まあ、全体的に私は得意かな。いけ、星雲ちゃん、跳ねるです。星雲ちゃん跳ねるんだ。ピュー？なぜ跳ねるなの？アイナさんの真似をしてみました。独り言？あなた、傷ついてばかりだったでしょう。ですから、ポケモントレーナーに憧れはなかったのですが、アイナさんやハウさんたち、未来の扉を開けているようで、なんだか素敵だなって。独り言ではないか。星雲ちゃんに話しよん。ピュー。私の存在に気づいてるわけじゃないんやろ？あ、ね。てか、リーリー久々だな。あ、あの、アイナさん、お久しぶりです。ここは空間研究所で、博士がお待ちです。あの、試練は、三つ回って大変そうですけど、余裕です。私ですから。まあ、アーカラの試練を三つ全てこなしたのですか。だからなのですね。アシレンさんとも心が通じ合っている。そんな風に見えます。おー、よかったよかった、ありがとう。まあね、もうだいぶ長いこと一緒におるけん。僕たちも空間研究所に行ってみようろ。なるほど、この中ね。んで、どうすればいい？あなた、空間研究所に行くのね。で、誰でもわかるわよね。上は研究所だけだもの。ここは？ここは何なん？後ろの文字はよく読めんかった。空間の研究。そういえば、リングをくぐってテレポートする珍しいポケモンがいるそうですね。リングをくぐってテレポートするってどういうことやろ？ん？あ、これ押さんといかんのや。細かいな。何階に行きますか？ 3 階。3階しか選択しないやないか。ここ？空間研究所。やあ、ハニー。え、誰？こんな場合でもお帰りなのかな？え、何？奥さん？彼女はバーネット博士。空間研究所の所長。そして、僕の奥さんだぜ。ええー。すげえ若々しいね、奥さん。あなたがいるのね。さっきリーリエから聞いたわ。頼れるトレーナーさんだって。ありがとう、リーリエ。3ヶ月前、半ベル倒れているリーリエを見つけたのよね。バッグの中にいたコスモークもぐったりしていたし、もともとバッグの中におったんや。ん？ハウはいないの？
ハウはマイペースだからね。原さんみたいな大物、島キングだってなれるよ。そうかな？え、聞いとったんかい、そこで。うわ。ああ、本当だとも。いらっしゃい、ハウ。久しぶりね。あのさ、アイナにアローラの不思議な現象を教えてあげてほしいんだ。もちろん。アローラの謎。それはウルトラホール。アローラではごくごく稀に空に穴が開くとされてます。そしてその先には未知の空間があるらしいの。なぜ未知の空間があると推測されているのか。それはウルトラホールから怖いポケモンがやってきたとの伝承が残されているから。ピュー。根拠としては貧弱だけど無視できないのよね。これまでのポケモン図鑑にも別世界に関する説明はいくつか探検できるし。怖いポケモン？野生のポケモンは人を襲うこともあるでしょ？ウルトラホールからやってくるポケモンは特にすごかったそうよ。ウルトラビーストと呼ばれ、恐れられ、島の守り神と激しく争ったりもしたみたいね。さっきも言った通り、伝承があるだけでどこまで本当か不明だけど。見た人はおらんのかな？空間の歪みを調べてウルトラホールの謎を解ければ、最高なんだけどね。ポケモンと空間の関係なら研究所の本棚にいくつか事例をまとめているわよ。それを読んで自分で理解しろと。話聞いてみたり資料読んでみたりしようろう。あーもうほらここは通さんぞって言わんばかりにククイ博士が。バトルチームはボックスから6つも登録できるだけでなく、同じポケモンを別のチームにも登録できるからバトルチームの方がすごいんです。何それ。バトルビデオを使えば通信対戦を見返す他に模擬戦もできるからバトルビデオの方がすごいのです。何の話をしてるんだかよくわからないや。数年前、モーンという方がウルトラホールについての論文を発表したのです。モーン。バーレット博士は以前夢の狭間と呼ばれる空間の研究をなさっていました。夢の狭間、よくわからん話がいっぱいだな。ギラテラの解説テキスト、常識の通用しないこの世の裏側にあると言われる破れた世界に生息するギラティナ。それ伝説のポケモンかな。ここいる。ここにいるってこと？そうじゃないか。ピュー。どうした？さっきからなんかちょっと不安げやけど。ポケモンと空間の関係なら研究所の本棚にいくつか事例をまとめているわよ。私は説明する気はないけどねってこと？うふふ。笑ってるみたいな感じの声を。いいな、白衣着てみたいんだけど。着れないのか、クソ。バーネット博士とククイ博士のツーショット写真ばかりだ。仲いい夫婦なんだな。子供はいないの、子供は。3ヶ月前のことです。星雲ちゃん。コスモックについて教わろうと、バーネット博士をお尋ねしようとして、でも道に迷い、浜辺で倒れてしまったのです。夜中にもかかわらず、私の話を真剣に聞いてくださっただけでなく、旦那様のククイ博士に連絡くださって、星雲ちゃんの調査とロフトを貸すように手配してくださったのです。あ、なるほど、別に浜辺に漂流してきて記憶をなくしてるとかそういう設定があるわけじゃないのね。バーネット博士は本当のお母様のようです。本当のお母様は一体どうしとるの？リーリーへの。そういえば聞いたことなかったわよね、多分。俺ね、ディグダトンネル行くよ。ポケモンが作った穴でしょ？まあ、ディグダトンネルっていうぐらいだから、ディグダが作ったんだろうな。アイナ、興味深い話だったろ？ウルトラビーストがいたとしたら、どんな技を使うか気になるね。さて、アーカラでの3つの試練は全て終えたんだろ？すごいぜ。次はいよいよ島クイーン、ライチさんとのポケモン勝負。アーカラ最大にして、最後の大試練だね。いってらっしゃい。おう、いつの間に。ライチさんの家は、ディグダトンネルを抜けた先のコニコシティにあるからね。スカルダンには気をつけるのよ。ほんとお母さんみたいやね。あ、はい。私はバーネット博士とお話ししてます。さっき聞いたよ、それ。ディグダトンネル、羨ましいろ。僕も地名になりたいろ。ロトムトンネルみたいな感じ。座れるかと思ったけど座れんかったわ。おいし。え、私はディグダトンネル、ディグダトンネルってどこ？1階に行きます。え、そのライチさんの家に行くまでの間にあるかな。間にあるならぜひ行きたいよね。はい、ということで、じゃあ今回はこの辺で終わりたいと思います。
最後まで見てくださってありがとうございます。よろしければチャンネル登録、グッドボタン、ツイッターフォローお願いします。最初から見てもいいよという方は概要欄に再生リストのリンクを貼ってますので、そちらからどうぞ。いつもたくさんのコメントありがとうございます。また次回の動画でお会いしましょう。まったねー。